はい、皆さんこんばんは安本ゆるですアーカイブ限定のマーケーキゴミパートを取ってます今回は最大出演となるセールスマンが来てくれてますよじゃあメール紹介しましょう神尾さん、えー、安本さんこんばんは一番星が綺麗だなと感じる季節はありますか冬ですこれはねまあ、空気の住み方とかもあるんだけど星の写真撮ったりするときやっぱりダントツで冬の方が綺麗に撮れるんですがたまに風が全くなくて雲の流れとかがないときに あの夏場でも俺一枚だけ成功したことがとあるんだけど、えーとね、富士山で東京を隠すじゃん富士山の裏まで行って東京が明るいから隠して夏の星座を撮った時に、えー、と富士山の下にある西湖西の湖と書く西湖がないでてあんま波がなくてそこにさそり座があの富士山の上にもさそり座があって富士山越しに逆さ富士と一緒にあの西湖にあの何 サソリ図が写り込むっていう写真を一枚だけ撮れたことがあるんだけどそういう時は夏でも綺麗だなと思いますが根本的にコンディションは冬の方がいいですねだから1月の頭かなに来るシュブンギザ流星魚皆さんこちらを楽しみにしてください私も行けるもんだで行きたいと思いますそれでは安本由紀の我々のれるセレスマン本編をお楽しみください 安本博樹の「笑われるセールスマン」かっこ借り「さんこんばんこばは安本博樹」ですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組です今回はもう準 <laughs> 随分なことを勝手に台本に書くな今回はもう準レギュラーと言っても過言ではない方が来てくれますもういっぱい来てくれる人はすぐ準レギュラーと呼ぶ癖を直しなさい ああとあ、そうなんか本日150回目もうう年っすねそうか、最初はね空き地から始まったこの番組を気づきがいっぱいやらせてもらいましたねもともとが8時日曜日の8時半だっけか8時だっけかやってたんですけど、うんまあ、やっぱ安本さんのね喋り方は深夜じゃなきゃダメだということですぐに深夜に隠され今になっておりますがその間にねあの「いじささん」だったり「月経寛さん」だったりが。 スポンサーについてくれるとい,ういいこともいっぱいありましたがまあ今回でなんと150回目ということで皆様のお面のおかげでございます本当ありがとうございますねじゃちょっとメールジュンシーさん小林千かひさんゲスト会聞きましたありがとう聞きどころがありすぎてアーカイブでどちらもおかわりしてしまいましたそうですねあれはただ単におじさん2人の飲み会でしたね 楽しかったですけど <laughs>、えー、ゴールデンカムイ、アオアシブリーチのお話やあとバーンズウィッチの話しましたね、えー、当時の出来事などが聞けてとても楽しかったです犬や猫のお話にはほっこりして自分も飼いたくなりましたそうなんかドッグカフェとか行かれるとおっしゃってましたもんね小林さんに謎はなく結果ねじ曲がって馬が来る声優と認識になったのは最高でした乗、えー、馬の免許が役立つ日が来ることをねっていますとまあ小林さん僕も謎が大きい人だと思ったんですけど結果的に謎ではなかったんですね。 割と、あのー、シンプルに生きてらっしゃる方でそのシンプルさゆえにみんなが本当はもっといろいろやってるんじゃないって勝手に勘ぐってたんですよねそんなことはないただただシンプルな人でしたね <laughs> でも楽しい時間過ごさせていただきました小林さんにもまた来てほしいなと思います次マリアさん安本さんこんばんは11月8日仏教大学のトークショーに行かせていただきましたありがとう、えー、かなり後ろの方の座席だったのでステージから遠かったのですが初めて生安本さんにドキドキしましたそうかい えー、岡本さんが岡本さんがマフィア梶田さんにプレゼントしたレース付きのパンツのお話がとても面白かったですあれは石川海人が紹介してくれたんですよ、えー、移動などでゆっくりされるお時間があまりなかったと思いますが京都で何か楽しみましたでしょうかいや本当はね仏教大学終わって京都に着いてちょっと行きたい古典とかがあったんですよ まともと僕がやってた番組にゲストで来てくださった方の <coughs> フィギュアの個展があったんですけど、ちょっとそれに行く力がなかったので、すねもうガッツがなかったというかもう時間がなかったんですよね。それが残念でしたね。あと、大丸さんで月経館さんの大丸ささんんで月経館さんの <laughs> イベントをやってたんです、京都の大丸でそこもちょっとね、位置が悪くて行けなかったので、また機会があったら行きたいなと思いますね。ちょっと今日読むのいっぱいあるごめんね、えー。森の組さん。 11月5日の東京電機大学の鳩山祭でのケンさんとのトークショーに参加させていただきましたはじめはすごく緊張した様子の進行の学生さんが少しずつ一緒にふざけたり柔らかい笑顔が見れるようになってり裏方の学生さんも一生懸命モノボケグッズを用意して本当にいい迷惑ですよモノボケさせられて <laughs> トークも楽しかったですが学生さんの姿にほっこり安本さんがいつもおっしゃってる学生が作る学園祭が好きという言葉を実感できるトークショーでしたとはいはいこれもねケンと一緒に行ったの久しぶりだったんですけどケンはやっぱりねサービス もおだし優し優いから一緒になって遊んでくれて楽しかったですね健太も昔スケーニュラジオずっとやってたっていうのもあるからある程度お互い何してくるかが分かってるんであと個人的にこの学園祭がすごい僕の思い出にもなったのがえっ、ー、とね20時になったら花火が上がりますって言われて本当は僕たちをご挨拶してすぐ帰るところちょっとみんなで花火見た方がいいんじゃないって言ったらここの位置見れないんですよっつって僕が用意してもらった楽屋が。 とある教室で死ぬほどでかかったんですよじゃあそこでみんなで見たらいいじゃないっつって学生さんと一緒に花火を見たのが結構いい思い出です素敵な時間でしたありがとうございましたじゃあもう一個、えー、スターブライトセルさん 安さんリンクスタートそうです、ね、11月6日ですすねね月日先日のソーダとオンラインフルダイブお疲れ様でした、えー、エギルはクラインとのアクアラインで人生ソー,ダパートそうですね、えー、クラインな、まあ、平田さんエンジェルクラインですね平田さんとの掛け合いには聞き惚れました、ありがとうございます AR 技術もかなり使った演出で見事でしたがやり遂げたあとの SAO チームのテンションは変なことになってませんでしたがみんな終わったあとになんか異常な達成感というか今までの10年をみんなが思い出して楽屋でもみんなちょっと変なテンションになってましたね。 実際問題、僕もどういうことになるのかが分からないまま行って、まあ、音楽、ライブパートあるよってのは聞いてたんですけど、それがこんな入り方するんだってのと、あと、アニメとか小説で描かれてない裏のパートを全部あの、河原歴先生が書いてくださったんで、一個も辻褄が合わないことがないんですよ、むしろそれのおかげで深まるところがいっぱいあって、エイゲルとクライの話のところも、それが実は大事な言葉がいくつかあったりとかしまして、とても良かったですね。あとライブののシーンの まあちょっとあのオーディナルスケールというのを見てくださった方は分かるんですがユナという、ね、AR のアイドルみたいな人がいるんですけど、えー、声の方を神田沙也加さんがやってらっしゃったんですがそのキャラクターのライブを AR の技術全開に使ってやったんですよそれがもう俺号泣をしてしまいましてね家帰ってもう一回見直してさらに泣きましたぜひ皆さんもアーカイブとか見れるかもうこれ終わっちゃってるかなアーカイブ、えー、見れる方がいたらねぜひみんなに見ていただきたいなと思いますさあいっぱい喋っちゃったらゲストが待ってるから行くぜでは最後までお付き合いお願いします 安本広樹の笑われるセールスマンかっこかり。この番組はニジスタ月経観の提供でお送りします。安本広樹の笑われるセールスマンかっこかり。改めまして安本広樹です。そしてゲストセールスマンはこちらの方。4度目。 こんばんは中村修吾ですありがとうございますありがとうございます。2月以来4回目の登場ゲスさでいやありがたいっすよ番組最低い日本撮りの関係で出演本数的には1位でございますふぅ<う> <laughs> 日本撮りの関係、えー、なんかねおかしいな格好ですけどこれ <laughs> なんか1本しか出れなかった方がねちょっといらっしゃってます <laughs> そういうことですね <laughs> ういうありがとうございますまた呼んでいただいていやこちらこそ現場であったりは <laughs> ないですい現場ないかうんで そうですね最近だと久しぶりですよね安本さんってんかそうかんか y o a で生徒休みであので並びの絵を見てるせいでんかそんなに合ってない気がしてなかったでもそれはそうです僕も見てるんでそうですそそうですんかそんなに距離があった気がしないけどでも意外にそうかそうかもしんないねまあ一応作家が書いてるんで言わせてもらいますけど「Twitter で見かける集合の絵なぞなぞって何?」っていう。 えー、あの下ネタばっか書いてるやつでしょ。下ネタじゃないですよ。下ネタばっか書いてるじゃないですか。下ネタじゃないです, <laughs> す。あの下ネタに見えるのをわざと書いて煽ってるんですよ。みんなそれは、あのツイッターのツイートです。それは、あのち、ちこんとか、はい,はい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 。はい、ウコンとか書いたりするやつですよね。あの絵は下ネタじゃないの。別に。あの絵は、全然下ネタじゃないですよ。本当に。はい。<っ>普通に、あの絵として、この一枚の絵を見た時にあ、ああ、プリントしていただいてる。 うん、これですか、足もね、たえば、お、そうお尻が切れてるみたいな。なんかもう、お尻なのか、なんだか、わかんないし。はいはいはい、もうしりとりですよ、これだから。あれ、あれ、あれ、見ました答えこれ、何だと思います?。この、もう一個のやつ。さあ、答えてみてください。どうぞ。田んぼを投げてる。はい。正解です。それで、何ですか?。田んぼを投げる。はい。もう、めっちゃ、それが答えです。田投げ?。<laughs> <laughs> 全然違いますねこの勘のいい安本さん騙すの嬉しいな正解はパスタですねあ<ー>タをパスしてるあ、下ネタじゃないのねこれどこが下ネタなんですか <laughs> でこれ,これキャラクターがもう下ネタなのかないいキャラクターなんですかこれこれ別にそういう子じゃない、うん、全然これはもう人ですあパスタで。あでもなるほど上手上手、はい、パスタですね じゃあ下ネタじゃないということが分かるそうです皆さんも覚えて帰ってください安心して先に進めます <laughs>、はい、さあまずは月経過座礁とで乾杯しましょう<あ>えーこちらにっありますので今日は飲めるんだったら飲んでってください飲みましょうはいはでは今日もお願いします乾杯お願いえ,ーうめえ 今日は「うん、ザ・ショット」「花やぐドライ」大吟醸をお手にトークしていきましょう、はい、本日はここで月経館より「好きを楽しもをテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒「ザ・ショット」の紹介です中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ黒のラベルの「花やぐドライ」大吟醸をご紹介こちらは青りんごや洋梨のような花やぐ香りと口当たり滑らかなキレのある味の日本酒でございますと。 またザ・ショットはパッケージデザインをリニューアル今までのデザインはそのままに大吟醸、本醸造といった出質を大きく表示することでより気分に合わせて選んでいただけるようにラベルデザインが変更になりました<ー>続いてここからはミニコーナーを終わらせるザ・クエスチョン劇家かザ・ショットの好きを楽しむというテーマにちなんだ質問に一つお答えいただきます今ねちょっとまああえてこれを聞いてみたいんですがどうぞ まあ、周吾もね、あの、僕と出会ってから時が経ちましたから。経ちましたね。何か変わってるところがあるかと思うんです。はいはい、気になっていて、手を出してみたいこと、今後趣味にしてみたいこと。ああ、それはもうありますね、一個。何ですか。えっと、ペッツってわかりますか、安本さん。<laughs> あの。 カチャってあと白いラムネみたいに匂って出てですね。そうあのキャラクターの頭がついててはい、はい、下はなんか棒になっててそのキャラクターの頭をくちゅっと上げると、はい、そのラムネが出てくるみたいなやつなんですけど、はい、それをそれこそ安本さんと一緒にやらせていただいてる番組で特集組んでもらったんですよ。はい、でそれで今気になってて、はい、まあいくつか買いましたね。ああれマジで始めてるの？はいあ,あの服とかも買ってます僕。ペッツの服？はい。え？四枚ぐらい持ってますよもう服。あれ本ん 初めてる、なんかもうなな、なんかもうすぐやめちゃうんだろうな。って徳 <laughs> <laughs> 島まで、こういうの集めるっていうものがなくて。そうなん、そういうイメージ、あんまなんか、収集癖とかはなさそうなイメージ。そうなんですよ、なんか、この、ど、誰々のアイドルさんが好きとか。誰々、あの、何々集めてるとか、そういうものが、僕、全く皆無だったんで。あの、そういうの一個欲しいなっていうことで、関智一さんが、この。 村ちゃんペッツが合うと思うよみたいなことを急に言ってくれて確かに急になんだろうねなんでだろうと思ったんですけども <laughs> 集める楽しさを知ってるんでなるほど関さんああまあそうかいろんな趣味持ってらっしゃるもん、ね、そうですね、うん、集める楽しさを知ってる方なんで「村ちゃんにはペッツが合うと思うよ」って言ってくれて、うん、でそれから 徐々に徐々にって感じですかねまだ奥深くまでは知れてないですけどなんかちょっとだけ知識は今ペッツってすんげー高いのはいくらぐらいするのでもそれでも数万っていう話は聞きますね一本あの何百万とかはないらしいですいは,はいでも高いペッツって欲しいよだからあのそこまでまだあれなんで、うん、これもペッツとかがあるわけでしょそのなんかキャラクターのさ有名キャラクターというかあのだからタートルズのペッツとかでも海外のキャラクターとかのペッツとかはすごい日本のはあんまないんだ 日本のもあるんですけど、そんなになんか量多くないですね。D はいるの、D は。D ってなんですか。エモンはエモンは。あ、あのー、エますいます。あのケイティちゃんはいるの、ケイティちゃんは。います。言えばいいよな、キティちゃんはいる、はい。います <laughs>。全然察し悪くて何のことが全く分からない。まあ <laughs> あの濁す必要もねえんだけど。<laughs> <laughs> いますいますね。なるほど。はい。 じゃあでもまあ,まあ趣味にしてみるのはいいかもしれないねそれを見てなんか可愛いなあと思うものが並んでるのとかもね結構幸せな気持ちになれますから今まず、うん、その本物のペッツっていうよりはペッツの服がすごいハマっちゃって服買いまくってます、ね、なるほど、うん、ん服まあでもそれもそれでペッツを知らなきゃ手出してないからねそうです45着今買ってあ結構増えてくるのねそうなんですよじゃあ ちペッツァーとしてこれからもペッツァーって言うんですか、まあまあ、初めて初めて聞きましたペッツァーとして <laughs> これからも頑張っていただきたいんですけど、はい、そんなペッツァーの中村修吾さん、はいはい、11月16日来週水曜日に発売される6枚目のシングル「ウィナー」こちらのセールス今日しなきゃペッツァーの話で終わっちゃういやありがとうございます本当にこの宣伝しに来ましたから、ね、そしてあなたはなんと、はい、デビュー3周年ありがとうございますありがとうございます ありがとうございます3年間やってみてどうでした結構だってコロナ禍とかがっつりかぶってたから大変だったじゃんコロナ禍本当にがっつりですねまあ今でもまあコロナ禍ですけどね、うん、まだでもなんかすごいあっという間ですねもう3年経ったんだっていう感じですその間もうライブもワンマン2回させてもらってるんですけどなんか早いですねかなり、うん、だからあっという間でしたいいことですよ歌が、うん、好きだからねその この中で確かに辛い時もあったけどちゃんと歌を作ったりとかもできたからね,はねまあその僕あんまりこうねこの自分の発言とかツイッターでものを言うとかであんまり真面目な発言ってあんましたくないんですけど本来。分かるでそ,その中でやっぱり歌に何かが込めれるって僕にとっては一個のこう感情のはけ口というかんか曲書くのは楽しいですねだから作詞作曲とかで。 そんな中村さんあなたの作った曲なんとこちらのウィーナーブルーロックのエンディングとありがとうございますこちらのサッカーアニメ中村さん自身もガガマルギンはいガガマルギンなんで何で2回言うんですか言いたくなる名前じゃないガガマルギンあのどん当に野生児って公式でも言われているキャラクターですごく表情的にも行動的にも何を考えてるかわからないようなキャラクターなんですけどだからものとかも。 手で食べちゃうんででですよお箸使わないい、うん、<で>野生が強いよ、ね、手で食べちゃって字もめちゃくちゃ汚いっていう <laughs> すごいキャラクターですねじゃあもう「野生」というものの表現をがっつりしてる感じなのねフィジカルめっちゃすごくてなんか結構独創的なプレイをするキャラクターですねもう本当にもうテクニックうんぬんではなく、うん、もう魂というか魂でプレイするタイプのキャラクターです そんなキャラをやりつつ今回ブルーロックの曲を書いたということですが、はい、これタイアップ曲とかエンディングのこういうのって監督とかからの要望ってあったたりりするのあああましたあるんだあって、あのー、今回オープニングが、うんえー、ユニゾーン・スクエア・ガーデンさんの、ねあのー、曲なんですけどでエンディング僕にお願いして頂い,いて最初にでオープニングは結構ガンガンいく系のやっぱオープニングにしたいんでうん、うん、エンディングはどっちかというと本当にエンディング前とした。 あの曲でいきたいんですっていうことで、あのチルな感じでお願いしますっていうお話いただいたんですよ。まあまあ聞いたことあります。聞いたことはあるわ分からないではないチルイとかなんかそうですそうです。チルアウトのチルでしょチルアウトのチルです。なんかチルな感じって言われてもどうしていいか分かんない。だから全く今安室さんと同じ状況になって、あチルってこのようにいっぱい点在してるなと。確かにね。人それぞれだもんね。なんかありあるなと思ってチル。 楽曲とかで調べたんですよ。まずでその楽曲いくつか聞いてなるほどな。こういうものかとか。なんか言葉調べたりとかして、あよしで自分の中のあのチルゾを作ってみようチルゾ、うん、を掘っていこうと思って <laughs>、ね、<の>でもそうしかないもんね。そうそう俺僕が思うチルはこれでっつってやるしかないもんね。そ,うですそれで楽曲は作りましたね。ギターでソファーの上でギター鳴らしながら作ってまあ、歌詞なんかは、うん、もうすごくあの。 ブルーロックを表した歌詞を最初にあの持ってたんですけどそしたらあのもっと主人公潔一っていう主人公がいるんですけど、うん、潔一の心に焦点を当ててくれませんかっていうお話返しがいただいてなるほど、まあ、なるほどと思って結構それもふんだんに盛り込んだあの歌詞になってますねあの曲はすごくリラックスムードな曲なんですけど歌詞はブルーロックに合わせたらすごい尖った歌詞になってるっていう <laughs> このアンバランスさがなんかいい化学反応を生んでるなと思います。これしかも だからこそこのキーワードにエゴとかエゴイストっていうのが出てくるとそうですそうですいうことですこの台本行かれてますねこのスタッフの書いた台本ですかこの作品のキーワードにエゴエゴイストというのがあると思います、うん、え歌詞や歌を歌うときどれくらいエゴ出しましたって書いてあるけど、はい、<laughs> どういうことだよこれな <laughs> んつだよだ <laughs> もう俺の曲なんで1 0エゴですよね <laughs> そそうでう表現したいものやってんだから、ね、<laughs> 俺の曲で俺が歌ってるんで もう100ですねこれ <laughs> どれくらいエゴ出しましたって <laughs>、はい、100エゴ出しましたね、これ。もうね、はい、サッカー選手、しかもガツガツした若手のサッカー選手なんて、エゴなきゃやってらんないしね。うんあと、ブルーロックっていう作品が、うんうん、もうそのエゴを中心にしてて、みんなこうストライカーを目指してるキャラクターのみなんですよね。そういうところがまた他のサッカー漫画とは違ったあの作品なんで、うんうん、結構派手でね、見やすい、誰でも見やすい作品になってるんじゃないかなと思いますね。そしてこちら、うん、も撮ったと 撮りました。MV がおしゃれで困ると。あ、ありがとうございます。たくさんこれもちょっとこれもどうかと思う文章ね、はいうん、たくさん中村修吾が出てくるけどあれどうやって撮影したのってもうバカなんだ。<laughs> <laughs> <laughs> バカなんだ。このために修行したんですよとかじゃなくて <laughs> <laughs> バカなんだよ、うん。よこれはちゃんとねあの撮ってる最中って本当に想像があんまりつかなかったんですけど、はい、じゃあ。 中村さん A 地点から B 地点まで移動して立ち止まってくださいと「<laughs> A 地点から B 地点まで移動しました」「はいカット」じゃあ今度 B 地点の位置にまた立ってもらって C 地点で座ってくださいとか、うん、そういうのをもう一個一個撮っていってなんか精度で流すとなんかこうそれぞれの集合がそれぞれの場所でなんか動いてるみたいな映像になるんですよね。点あのカメラ動かしちゃったらちょっとあの違った映像になっちゃうんで、うん、椅子とかが動いちゃうんで。うん 結構大変だったなんか体力的には結構あの大変な撮影でした<ー>この階段上るシーンとかあるんですよ <laughs> だ,だ,だ,だから <laughs> 下の方から階段ガー上ってもう一回最初から行きますって言って <laughs> 下行ってそれマジでもう何回ぐらいやったかな結構やって、うん、もう降りる時はもうダッシュでガー降りて上がってきてダッシュでガー降りてっていう,もうずっとやってました。<laughs> でそのねあの努力の結晶技術の結晶もありますから、はい、こちらのね MV も皆さんに見ていただきたいんですかお願いしますさあそして私もねこれ個人的にいっぱい持ってますいっぱい持ってるって言い方変ですけど長谷森千鶴さんし曲出すためにねあのあのちゃんと豪華版をボくれるんですよフォトブックがついてるんですこちらのフォトブック仕上がりどうですか今僕初めて見ますがいこれ安本さんの感想欲しいなちょっとちょっと,、ね、ちょっとパラパラめくってみてください、うんはい、めっちゃよくできましたよシック,シックあ結構シックだね そうですね衣装とかもね、うん、結構パターン用意してもらってあとバスケットボール持ってるねあそうですね <laughs> だいぶタイムリーですけど <laughs> あーそうですはいこ,この時から決まって <laughs> あもうああ決まってたか <laughs> あれはそうです結構2年前ぐらいから決まってたわけですあだったんなはいえでもちょっと大人っぽいな結構クールな感じでやっぱりこのブルーの青みを生かしたの可いいキュート寄りっていうかは ちょっとクールな感じあとスポーティーな感じはやっぱり今回ブルーロックでサッカーの作品ってことでなるほどなるほど確かにそうかも、まあ、んかかたくすぎないもんね服装もね色な動ける服装だもんなスポーティーな格好してますねスケボーは持ってるるけどできるんできんすかスケボーはあの2日でやめました <laughs> 高校生の時に <laughs> やっては見たもののでも僕あのできちゃったんですよへえ<ー> 足で蹴ってボードをくるくるくるって回してそれで着地まではできたんですよだからそれでやめました、うん、なんかでもすごいじゃないそんなことできちゃったらうなんかバスケットボールを持ってるカットが5カットぐらいあってんか、はいろんな球を持ってますよねでサッカーボールが1カットしかない <laughs> 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 そんなとこに別に気づかなくていいんですよ、うん、この時撮影スタッフさんとかそういう人たちは誰も知らないんで,いで <laughs> 偶然こうなってるだけなのでもね青が貴重ブルーロックだけあって青が貴重だけど、はい、なんか見やすいし目にな,なんだ馴染みがいいのがなんかすごいちょうどいいとても見やすくて素敵な写真だよありがとうございます押し写真あります押し集合います押しはどれだろうな、はい、このこれやっぱ あんまね今回ね笑ってる集合が少ないんでそうですクールめな表情でやりましたね、うん、笑ってるカットも撮ったんですけどやっぱ採用になってるのは,はだとしたらあの本当クールめでやってるはずなのに俺はこれが一番好きかもしれない <laughs> 大の字でスケボーに乗って,乗ってる満面の笑みをしてる <laughs> 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 安心しますこれ見ああでもなんかできてる感あるね あ本当ですか。スケボー、うん、ありがとうございます。こちらもです。皆さん楽しんでいただければとお願いします。思いますよ。中村正子さんのニューシングル「ウィナー」をよろしくお願いいたします。じゃあちょっと皆さんからのメールもちょろっと行きましょうか。お願いします。 はいここちら、えー、っとよちらよさん、はいえー、6枚目のシングルウィーナー発売ままいいでごござざすすありがとううございますさんがアニメ「ブルーロック」にご出演されると聞き、えー、漫画を読み始めたのですがかつてないぶっ飛んだ斬新な設定に引き込まれしュうごさんが歌い上げるウィーナーもエンディング映像と見事にマッチしていてグッときましたさてしュうごさんといえば先輩方からとても好かれているイメージがあるのですが本当安本さんからご覧になったしュうごさんの魅力はどんなところにありますか人柄じゃないお<ー>なんか付き合い方も上手だし 一話聞くのがうまいよマジっすか、うん、あと俺が一番最初に中村修吾っていう男をい認識したのがイベントですあの浪川さんと森久保さんのイベントに俺と修吾がゲストでて俺ほぼ会ったことはあれでも絡んだのがあそこが初めてで<う>で,でまあ 機代の名、MC、あの森久保翔太郎がいるでまあ時折ボケ散らかすあの波川さんがいて、はい、まあ私が突っ込んでとそれで一つのくだりがあって、はい、一つのくだりが「よしじゃあこれ綺麗に収まったかな」と思ったら中村匠吾がそこで「いや違うんじゃないですか」って、ま、もう一回その話を蒸し返したんですよ。<laughs> で結果蒸し返した方が面白かったのよ。で「すげえこいつ」と思って <laughs> 森久保さんが納めに行ったものを引きずり出してもう一回やったと思って。<laughs> <laughs> これじゃ収めらんないっっすよとか言そこが俺すごいやついると思って <laughs> いやでもなんかあのイベントで第二の浪川大輔っていう,こう称号をいただいたんでそうい,いえば黒石みたいな<笑><笑><笑> <laughs> ありがとうございます浪川さんその説お世話になりました森久保さんもありがとうございますそれで俺が「すごいね」ってなったのをめっちゃ覚えててそれ以外でもいろんなところで中村の仕すごいよって話をよくしてたら y o a あるようになったりとかいやもうこれ,れは完全に安本さんのおかげですからねいやいや でもスタッフとかには結構俺「中村匠がすごい」って言っ,て言ったな確かにそれでお話いただきました、ね、<laughs> 安本さんから結構言ってくれてっていうのであの決めて頂い,いてスタッフさんにそう面白かったから実際面白かったんですけどね是非、うん、皆さん「中村くんまだいろいろありますからお願いします確認してあげてください確認してください,いの僕く<を>んの絵も描いてますから <laughs> じゃないですよ <laughs> スキンヘッドの人ですよ、うん <laughs> 君だったら割れますから頭頂 <laughs> 部が <laughs> <laughs> ちょっとねたくさんメール行きたいんだけど雑談してたらいけなくなっちゃった <laughs>、はい、また来週目ありますか皆さんメールたくさんありがとうございましたこれからお待ちしています 安本ろきの笑われるセールスマン過去仮にエンディングの時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。おはがきの明日先は郵便番号10058000に、文化放送安本ろきの笑われるセールスマン過去仮にまで、メールの場合は w s a t m a c j q r n e t までお願いします。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは、推奨ハッシュタグ笑わせる。漢字の笑うにカタカナでセルをつけてください。また YouTube に実スチャンネルでのアーカイブ配信もございます。アーカイブ限定の意気込みア版も聞けますので、よろしくお願いします。つわけで収録ありがとうございました,あざした 改めて告知をしてくださいはい テレビアニメ「ブルーロック」のエンディング主題歌にもなっているニューシングル「ウィナーは11月16日にリリース、うん、そしてテレビアニメ「ブルーロック」は現在放送中ガガ丸銀の声としても出ているのでよろしくお願いします、はい、各配信サイトでも配信中です詳しくは公式サイトを確認してくださいまああとツイッターとかもねやってそうですもういろいろやってますツイッターインスタでアーティストの YouTube とかなんか最近あの TikTok も始めたんですけど全然更新してないですね TikTok ってむずそう。 取りましょうよ。いやだよ。<laughs> いや今度あの取りましょうって言いに行きますね。向いてないよ。<laughs> 俺なんか変な動きみんなでするんでしょ。えチェさんあの僕のやつはご飯食べてるだけでいいんです。だから安本さんがご飯食べてるところこっそり取りますわ<の> <laughs> なんだそれ <laughs> <laughs> な。なんかみんなあのティックトックのイメージが綺麗なお姉ちゃんが謎の踊りを中のスムーズワンフレーズだけやって,やって自分でカメラで消すところまでみたいなのが俺の中でティックトックのあれでも見てるの時間過ぎますよ。 なんかいろんな女の子が踊ってるわーってボート見てます。それでいいのかな。はい、なんかあ、多分その楽しみ方が正解なんのかな。俺もわかるわけあんかんだって。TikTok や見たあのフォロクに見たことね。ただイメージがそう。TikTok お姉ちゃんが動いてるっていう。うん、あってます。あってるんだ。じゃあそういった高橋さん中国もやってますんで、ぜひ見てあげてください。お願いいたします。さあ、来週もよろしくお願いします。それではこの番組のオーデは安本洋貴と中村修二でした。 お疲れ様でした,でした安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組はニジスタ月経館の提供でお送りしました